オッズパークガールズ競輪ウィナーズトーク。さあ本日はですね、先日小倉競輪場で行われましたガールズグランプリ2020トライアルトパーズ賞を見事に制しました児玉葵選手にお話を伺っていきたいと思います。児玉選手よろしくお願いします。お願いします。まずは改めてになりますがおめでとうございます。ありがとうございます。もう本当にファンからすると危なげがない、もうまさに女王だなという感じのレースだったんですけれども、児玉選手ご自身で振り返ってはいかがですか？そうですね、小倉競輪祭走る前まではあまり調子がいいなって思うようなレースができてなくて、まあ、足の状態もなんかなどうなんかなっていう感じのまま臨んだんですけど、自分が思ってる以上に仕上がってたなって思ったし、その上がりタイムでベストタイムも出たって、はい、本当自分でもびっくりするぐらい仕上がってました。もう女王としてもう女王であり続けるプレッシャーというか、まあ、我々からすると例えばオッズを見てもとにかくやっぱり児玉選手人気を集めていて、いつももう一着を取らなくちゃいけないようなそんなプレッシャーがあると思うんですけれども、そういったところはこうどうやってご自身戦ってますか？そうですね、特に小倉競輪祭の2日目は妹弟子と初めて対戦する中で、はいはい、練習とかも強いのはもう十分知ってたし、うん、タイムも負けたり勝ったりっていう感じの中だったから、やっぱ地元だし妹弟子と初対戦するときに負けちゃいけないなって気持ちがあって、ここ最近体験したことがないぐらい手が震えて緊張して。そうなんですね、児玉選手でもその手が震えるようなその緊張感っていうのがあったんですね。びっくりするぐらいマジでこううわーみたいな緊張してて、でもまあ発走機から出るとその緊張はなくなったんですけどなんか多分そのギリギリまでは緊張するけど、やっぱ発走機出たら自信持つようになんか勝手にできるようになりました。もう賞金でグランプリ、まあ、乗ることは決まっていたと思うんですけれども、はい、他の選手でもうこれが最後のチャンスっていうようなムードを持った選手もいたと思うんですけれども、こうそういった選手の中で児玉選手はどうでしたか？こうやっぱり冷静にそのあたりは、そうですね、やっぱりグランプリが決まってた部分もあったので、まあ、決まってない選手よりかは気楽に臨めたと思うんですけど、まあ、去年2着で悔しい思いをしたので、今年はなんとか優勝してグランプリにつなげたいなって気持ちはありました。2018年の静岡、そして2019年立川とグランプリ連覇していますよね。はい。そしてその3連覇がかかるというところではご自身お気持ちはいかがですか？そうですね、やっぱり3連覇したい気持ちはあって、そのやっぱグランプリ取ってから次の年から女王女王って言われてて、2年連続女王って呼ばれて、新聞にも女王こだまとか書かれて、じゃあもし今年グランプリ取れんかったら来年からそういうこと書かれなくなるし、女王とも言われなくなるし、なんかちょっとそこでちょっと寂しい部分があるので、何としてでもまた来年女王って言われるためにも取りたいなって強い気持ちは持ってます。はい、それではですね、小倉の、トライアル勝ち上がりの段階からちょっとレースをせっかくなので振り返っていきたいなと思うんですけれども、はい、こちらが、1走目ですね、勝ち上がり1走目の7番車が児玉選手です。はい、児玉選手のレースを見てると結構まあ初手前の方というよりかは少し後ろ目からの、形が多いのかなと思うんですけれども、そういったところは意識はされてるんですか？はい、そうですね、なんか前とってもみんなこう上がってきて倒されるっていうか、なんかはいはい、で後ろに下がっちゃうから、うんうん、それならもう最初から後ろらへんがっていう感じですね。なるほど、まあ、このレースでも、まあ、真ん中あたりというところですかね、真ん中少し後ろというか、そのあたりを、これは初手の位置はご自身の作戦というかイメージとしてはどうだったんですか？
あんまりなんか位置っていうのは気にしなくて、自分の前に誰がいるのか、はい、後ろに誰がいるのかっていうのは気をつけてなんか走ってますね。その自分の後ろに自力選手を入れたくないし、うん、差し足ある選手も入れたくないし、あそこは意識してあの場所は取るようにしてますね。はい、ではここで、柳原選手の後ろですけれども、はい、まあ、横に黒コーチ選手がちょっと、うん、入りたそうな雰囲気がありましたけれども、ここら辺はどうですか。本当はあのそのまま粘って後ろ下がってくれたらなって思ったんですけど、 なるほど、あんまりすんなり下げちゃうと周りがあ入れてくれるんだって思って、結構私の横にいるような選手が増えてくるので、はいはい、ギリギリまでちょっとあまり入れずにいう感じですね。そのあたりもこう駆け引きがあるんですね。そうですね。そしてこの辺りでは、まあ、黒子選手を入れる形にはなって、はい、後ろからになりますね。はい、さあこの時点ではいかがでしょうか。3番トメ選手、そうですね、はい、まあ、あんまこう小倉選手は、はい、あの印象じゃない相性がいいので、あまりこう、はい、トメちゃんが前に行った時とかも落ち着いていけたし、5番、うんうん、の柳原真央がかますだろうなっていう予想はしてたので、あ、はい、まあ落ち着いていけたんですけど、はい、まあ、調子のいい坂口風花、うん、はい、の後ろだったんで、あもう刺されるか、はい、刺されんかのゴール前勝負やろうなって思ってて、あなるほど、ね、この時点ではそう思ってた、もしかしたら刺されてしまうかもと、そうそう思ってました。ガールズ、まあ、車番も結構重要になってくると思うんですけれども、この1走目、はい、まあ、7番車だったんですけれども、そのあたりはもう児玉選手的にはそんなに、そうですね、発走機が自分遅いので、あの内枠だろうが結局は後ろになっちゃう、その自分の、うん、遅いから自分が行きたい場所っていうのは進んでいけないので、あまりこうシャバは気にしてないですね。そうなんですね、はい、ありがとうございます。さあそれでは、2走目もレース見ながら振り返っていただきたいと思います。はい、ということでこちらは2戦目、はい、2走目になりますけれども、あの先ほどのお話でも少し出てた7番車が妹弟子の尾形選手ですけれども、ちょっとそこは意識がされてましたか。そうですね、なんかその本当タイムで、あ、タイムじゃない、練習で強いの知ってたから、あんまりこう真央とシャ、うん、なんていうかね、あんま離れたくないなっていうのがあって、あ離れすぎるとまくれない可能性もあるかなとかって思ってたから、そうそう、でバンって取れたけど、やっぱりここで入れる形になったと思うんですけど、はいはい、2番車の奈良岡選手が上がってきてます。はい、で、まあ1車ぐらいならまだ大丈夫かなっていうちょっと気持ちは少し余裕は出るようにしたんですけど、はい、まあ、本当強いイメージが自分の中で相当ついてるので、はい、もう終始緊張し、まあ緊張っていうか発走する前ほど緊張しないんですけど、うんうん、あ、どうかなどうかなっていう感じずっと思ってましたね。なるほど。じゃあこうなってくると、あとはその、まあ、尾形選手の仕掛けのタイミングと、はい、真央がかまさなかったら自分がかまそうとは思ってて、そういう準備はしてたんですけど、はい、まあここで7番の真央がかましてくる、はい、で一気に、はい、スパートしていきますね、はい、まあ、ここはまあじゃあ予想していたパターンの一つではあったっていう形ですね。そうですね。でちょっとここで2番の奈良岡紗友子さんがちょっとちぎれてしまったから、はい、うんうん、はい、出さず行ったんですけど、番手には貴子さんでうわーとかって思いながら、はい、我慢して、はい、だし、そしてここでベストタイムが出たので、上がりタイムは11秒5、はい、もう素晴らしいですよね。自分でも素晴らしいと思いますこれは。そのレースの道中はちょっと、まあ、ハラハラする場面も実際にはあったんですか、うん、でもやっぱり冷静だったんですか。そうですね、
ハラハラした部分もあるけど、ジャンが鳴ってからは割と冷静にこう見れてたなと思います。この、まあ、上がりタイムだったりとか、まあ、もう圧勝っていうのを受けて、まあ、その次の日の決勝戦があるわけなんですけれども、はい、その好調だった分、まあ、特にその変えずにそのまま臨むんですか、決勝戦。そうです、普段レース終わってアイシングとかそういうのはしないんですけど。あ、しないんですか。しない、なんかマッサージだったりその自分でストレッチだったりアイシングだったりっていうのは普段しないんですけど、そのホテルに帰ってシャワーでずっと水足に当てたりとか、あ、ストレッチしたりとか、その時今回はしましたね。もう勝つため、勝ちたいと思ってこうしとこうと思って。普段そのアイシングとかマッサージとかをそこまでしないっていうのは何かこうあるんですか、はい、こう自分の中で。すごい面倒くさがり屋なんですよ。そうなんですか。普通にマッサージも1年に2回するかしないかぐらいだし、意外ですね。レース終わった後のダウンもしないし、本当すごく面倒くさがり屋なんで、それをすればもっと良くなるんじゃないかなとかって周りからも言われるんですけど、もう本当面倒くさがり屋なんで。でもまあその小倉の2日目の夜はちゃんとこうシャワーで当てて、ストレッチしてっていうのはしました。さあ、それでは、決勝戦、こちらもレース映像を見ながらお話伺いたいと思います。はい、こちらがトパーズ決勝になるわけですけれども、このメンバーとの対戦っていうのは児玉選手いかがでしたか。まあ緊張してましたけど、まあ、この2日目の11.5っていうタイムも出てたし、アイシングもちゃんとしたし、自分でストレッチもしたしと思って自信はつけて臨めました。この発走前のルーティンとかっていうのは結構もう決まってるんですか、児玉選手は。腰に手を当てることは意識してなんかちょっとやってますね。なんかみんなこうブラーンって手下ろしてるじゃないですか。はい。その時になんか、なんかみんなと一緒やだなと思ってこうやって。みんなと一緒やだなっていう理由だったんですか。ドームだから、はい、すごいサングラスが曇るんですよ。あー、なるほど。はい、だからこう 汗をこう拭かないと、はいはい、サングラスが曇ってそこがドームは嫌ですね、こう曇るんで。そうなんです、そうなんですね。その曇っちゃうとちょっと見づらい場面もあるかもしれないですよね、うん、風がない、はい、自分の体温だけ暑いんで、はい、外だと風があるからあんま曇らないんですけど、はいはい、ドームはもう曇るんで曇りますね。ああ、なるほど、うん、そんなところも苦労が実はあるんですね。こう外から見てると気づけないところなんですけど、うん、さあ、そして、まあ、発走して、まあ、初手の位置ですけれども、まあ、ここは、はい、もう、はい、自力選手の後ろにつけたので、うん、柳原の後ろにつけたんで、あ、もうラッキーっていうふうに思いました。ただその、うん、今回競輪祭で割と柳原の調子も良かったし、はい、その前には真央がいるし、まあ、2人が多分もがき合いになるだろうなっていうのは想定してたので、まあ、緩んだところで行こうかなっていうのはもうこの時点では決めてました。うーん、なるほど。じゃあもう、まあ、この前にいる選手と後ろにいる選手っていうのを把握して、うん、もう作戦は大体もうできてるような感じなんですね。はい、もう自信持ててましたこの時点では。あ、もう自信を持って周回中走っていると、はい、そのまあ、じゃあ後ろに荒牧選手だとかもいますけれども、まあ、そのあたりはもう自分の力勝負というか、まあ、そうですね、まあ、あとは2人 の、 その自力選手がもがいているところの上を行くだけっていうふうに思いました、うんうん、ただすかさずその上を行っていると思うんですけれども、うん、はい、もうこのあたりは迷いなく、もう迷いなく、もう本当ただただただよっしゃラッキーっていう感じでしたね。やはりこのゴールした瞬間っていうのはお客様の声援とかそういったのは聞こえましたか。そうですね、
おめでとうっていうたくさんの声が聞こえたんで、ありがとうございますみたいな。さあゴールシーンですけれどもね、もう結構児玉選手いつも最後、はい、こう私たちから見ると余裕に見えるような、あの違うんです、ハンドル投げできないんですよ。え、これそうなんですか。そうなんですよ、あれでも必死なんですね。なんか周りから見るとなんか最後抜いとったろうとかって結構言われるんですけど、はいはい、近くてただハンドルが投げれないんですよね、ただこう。意外なお話面白かったです。それでは児玉選手、改めてオッズパーク杯ガールズグランプリ2020に向けて、あのもうメンバーが確定していると思うんですけれども、その意識しているメンバーだとか含めて意気込みをお願いいたします。そうですね、本当に皆さん強いので、誰を意識するっていうのはあんまり考えてなくて、それこそその誰かを意識すると、もしそうじゃなくなった時にバタバタ焦っちゃって、自分のレースができなくなったりしたような経験がたくさんあるので、今回のグランプリは誰っていうよりも、そのみんなさん強い中で自分がどれだけ出し切るかっていうところを意識して走りたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。それでは最後に皆さんに、はい、この動画をご覧の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、はい、いつもたくさんの応援ありがとうございます。グランプリ3連覇して、いつも応援してくださる皆さんに恩返しができるように精一杯頑張りたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お話を伺ったのは児玉葵選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。オッズパーク杯ガールズグランプリ2020お楽しみに。よかったらこの番組高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。